アブロ七百四十八ファーストヤーのアブロ七百四十八アブロ七百四十八とは、イギリスの航空機メーカーであったアブロが開発した単中距離用のターボプロップ総発旅客機である。1 9五十年代後期にアブロが開発した。なお、イギリス航空機メーカーの統廃合により、ホーカーシドレー h s 七百四十八 b a e 七百四十八とも呼ばれ、 オーカーシドレーで380機が生産された。BAE では再設計が行われ、BAEATP が開発された。1957年にイギリスの国防方針が転換され、アブロは民間機市場への再参入を決定した。再参入にあたって第二次世界大戦後に世界中で使用されていた。 DC-3 の買い替え需要を目当てに地域間小型旅客機の開発を決め、1958年に設計を開始した。しかし、同じことを考えるメーカーは、アブロだけではなく、フォッカー社の会27やハンドレー、ページ社のダートヘラルドも同時期に開発されている。アブロは競争にあたって差別化をなすため、短距離離着陸の性能を重視した。 この機体の試作機が実際に初飛行したのは1960年6月24日のことであった。市場への早期の投入を目標に簡潔な設計であり、機体価格も安価であった。量産型は1961年8月30日に初飛行1962年に就航した。最初に生産されたシリーズの納入先はスカイウェイズーチ航空だったが、 大多数はアルゼンチン航空へ納入された。その短距離離着陸性能から短い未舗装滑走路や荒地で運航する中南米諸国を中心に人気を博した。アブロ748は軍用機としても成功し、特にイギリス空軍から発注された。戦術輸送機型は HS780&OVER と命名された。インドのヒンドスタン航空機でも 輸送機型として HAL-748 としてライセンス生産され89機が製造された。このうち72機はインド空軍向けであった。最終モデルであるスーパー748の生産が終了したのは1987年のことであり、足掛け30年近く生産された。エンジンはロールスロイスダートを使用しているが、 これは YS-11 と同じであり、機体の大きさを除けば外見も酷似している。ネパール陸軍の所有する軍用使用出展、ミシェル・サイモン、ジェーンズ・シビルミリタリーエアクラフトアップグレズ、1994から95、ジェーンズ・インフォメーション・グループ、ISBN-07106287。ありがとうございます。